どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、ちょっと細かい話、まとめてね、紹介していきたいなと思います。ということで、早速ね、内容に入っていきましょう。まずね、マリオットボンボイホテルで、 世界各地でですね、20%オフのキャンペーンがね、今開催されております。こちらね、2023年の9月の3日までのね、滞在っていう風になっておりまして、対象エリアはアメリカ、ヨーロッパ、中東、アフリカ、アジア、パシフィックということで、本当にね、いろんなところで開催されております。で、各エリアですね、公式サイト分かれてるっていう風になりますんで、概要欄にね、公式サイト載せておきますんで、そちらからね、利用してください。で、20%オフのね、条件なんですけども、木曜から日曜までのね、宿泊に適用される っていう風になりますんで、この点はね、注意してください。またね、中東の一部ではですね、水曜から土曜のね、まあ、宿泊がね、必要だったりいたしますので、まあ、この点もね、注意してください。で、またね、事前決済プラン、キャンセル変更、払い持ちはね、できないって言った形になりますんで、この点はね、本当に注意してくださいね。あの、一回予約してね、後からキャンセルっていうのはね、もう全額ね、持ってかれてしまうっていう風になりますんでね。またね、アメリカ、カナダ、カリブ、中南米、ヨーロッパ、中東、アフリカではですね、宿泊 のの日前前前ままままでででで予予約約がが必必要要、ま、たア、ね、アジア太平洋地域では宿泊の、ね、72時間前まで、ね、事前予約が必要っていう風になりますんでこの点もね、注意してください。で、対象外のね、ブランドが、えー、一部ね、ありまして、セントレジス、ザ・リッツ・カールトン、エディション、ブルガリ、デザインホテル、ホーマーンドビラではこちらね、利用することができません。またね、アジア太平洋地域では、JW マリオット、W ホテル、ラグジュアリーコレクションは、まあ、利用することができないっていう風になりますんで、この点もね、覚えて いいただければなと思います昨日ね、ハワイの方で、こちらロイヤルハワイアンでちょっと調べてみたんですけども、591ドルが481ドルということで、まあ20%だとね、472ドルなんで、まあ4百まあ20%ぐらいっていう感じですかね。まあマリオットのね、キャンペーンでは結構あるあるなんですけども、まあ一応ね、各地でね、まあ20%オフぐらいでね、利用することができるっていうふうになりますんで、もしね、利用される予定のある方はですね、2023年の9月の3日まで、 までの対象でね利用することができるっていう風になりますのでぜひねチェックしてみてください。では次にね JAL ですね。先日ね JAL の決済会見がありまして JAL はね2023年の、えー、冬ダイヤ中に 新型フラッグシップのね、エアバス350ダッシュ1000っていうのを羽田ニューヨーク路線ね、導入見込みということで、こちらの話自体はですね、結構前からね、あったわけなんですけども、時期がですね、報道によると2023年の11月の下旬っていう風になりますんで、これはね、非常に楽しみですね。今のところですね、どういった座席になるのか、ビジネスファースト、まあビジネスが個室、まあ ANA のね、ザルームみたいになるのかっていうのはまだ全然わかんないんですけども、これは 本当に楽しみですよね。まあおそらくね、まあ11月の下旬からね、まあこちら導入見込みということで、おそらくですね、アラスカマイルとかね、アメリカン航空のマイルとかでもね、発見することができると思いますので、これはね、ちょっと乗りたいですよね。またね、詳細、あの、いつからね、開始になるかみたいな話がございましたらですね、またね、解説出したいなと思います。それでは次にですね、こちらも JAL ですね、ちょっとこちらね、えー、画面を切り替えさせていただきますけども、 えー、JAL、えー、ポーギが漏れなくもらえるキャンペーンということで、JAL、えー、フライオンステータス会員の方、グローバル会員の方は、14日間のね、えー、データ使い放題もらえるということで、これはめちゃくちゃいいですよね。はい。で、エントリーがね、必須になっておりますんで、こちらね、エントリー確実にしといてください。まあ、今回のね、キャンペーンはこちら、ポボ使ってる方だけになってしまうんですけども、えー、ポボ使ってますかね私はポボ使ってるんですけども、はい。ということで、えー、エン キャンペーン内容はですね、期間中エントリーいただいたお客様に、ポ、えー、ぼ2.0合計14日間のデータ使い放題を 無料でプレゼントいたしますということで、めちゃくちゃいいですよね。で、特典ですね。ポボ2 0登録後に使えるデータ、使い放題7日間のプロモコード2回分。また、新規でポボに契約されたお客様には、新規に使えるデータ、24時間コードを1回分もらえるということで、まあ、こちらね、既存の方も、新規の方もね、ステータス持ってる方はね、もらえるっていうふうになりますんで、えぜひね、 利用してください。で、対象のお客様ですね。先ほどから言って言と言いますけれども、ダイヤモンドプレミア、サファイア、クリスタル、またね、JAL グローバル会員のお客様ということで、JGC の人もね、こちらもらえるっていうふうになってますんでね。いいですね。で、キャンペーン期間ですね。2023年7月の26日から2023年9月の3日、各コード入力期間が2023年の12月31日までということで、まあ、 使い方に関してはですね、まあこのプロモコードね、私の動画のコミュニティ欄でね、結構キャンペーンがあったらね、あの発信したりしてるんで、使い方はわかると思うんですけども、まあこちらね、えー、無料でもらえるっていうふうになりますんでね、ぜひ、ほぼ使ってる方はですね、チェックね、してみてください。それでは次にハフですね。今ね、ハフで、えー、期間限定で8月15日まで2940円でね、初月利用することができるんですよね。これね、めちゃくちゃおすすめですね。 はい。もともとね、この9800円がね、必要だったりするんですけども、まあ、それがね、2940円で利用することができるっていう風になりますんで、これはね、めちゃくちゃおすすめです。で、これね、2940円なんですけども、ちゃんとね、300コインももらえるっていう風になっておりますんで、これですね。ここが大きいですね。で、またね、ハフはね、今、紹介キャンペーン強化しておりまして、 こちらですね。はい。200コインももらえるっていう風になりますんで、合計ね、500コイン獲得することができるんですよね。こちらね、概要欄に載せておきますんで、気になる方ぜひね、チェックしていただければなと思います。この月額制宿泊サービスのハフはですね、ここにもね、書いてあると思うんですけども、繁忙期も休日も同一料金ということで、平日でも週末でも3連休でもゴールデンウィークでもね、こちらね、値段、ま、ああの、必要コイン数ですね、変更ないんですよね。 これが非常にね、大きいポイントっていうふうになりまして、やはりね、繁忙期だとね、宿泊費っていうのは高くなるわけなんですけども、まあ、ハブでね、予約していただければ、こちらね、同一コインでね、利用することができるっていうふうになりますんで、まあ、今からね、今月中の夏休みとかはね、ちょっとクイズの関係で厳しいかもしれないんですけども、早めにね、予約していただければですね、この繁忙期等々もね、同じ料金でね、 利用することがで、きるっていう風になりますんでここはねね非常におすすめのポイントです、ね、でここら辺はね、ちょっと外していいんですけども、あとね、このコインですね、有効期限がないっていうのもいいですよね。まあコインはね、毎月え買いにいるとね、もらえたりするんですけども、このコインの有効期限もないですので、一回ね、9回、まあお休みプランみたいなのを落としたとしても、このコインがね、失効しないっていうのは非常にね、おすすめのポイントです。で、またね、私が一番気に入ってるのはこれですね、前日までキャンセル。 無料。これ本当に大きいですね。特にね、あの私みたいにね、小さい子供がいるとですね、やはりね、いつ体調崩すかわかんないんで、これがね、本当に大きいですね。ですんで私もハーフね、結構利用させていただいてるんですけども、 何度かね、この子供の体調不良でね、キャンセルさせていただいた経験あるんですけども、キャンセルね、前日まで無料っていう風になりますんで、これは本当にいいですよね。ここはね、非常におすすめのポイントですね。で、またですね、先ほども言ってるかもしれないんですけども、今ね、紹介キャンペーン強化しておりまして、200コイン。で、今のね、2980円の プランンでで300コインがもらえるっていう風になりますんで今入会するとね2940円でこの300コインとまたね紹介キャンペーンの200コインがねもらえるっていうふうになりますんで合計500コインね獲得することができるんですよねでこの500コインねあればですね東京赤坂のね 星野リゾートのオモっていうホテル。まあ、こちらね、あの2泊ぐらいね、利用することができるっていう風になりますんで、これはね、非常におすすめって言った形になります。まあ、あの、ハフ自体ね、結構いろんなところにね、今ホテル増えておりますので、ぜひね、こちら2940円。またね、ハフね、気になってた方、かなりおすすめっていう風になりますんで、概要欄にね、えー、載せておきますんで、ぜひね、チェックしてください。それでは次にですね、TikTok のね、キャンペーン私ね、ずっと紹介させていただいてるんですけども、 こちらね毎日ポチポチするだけで5000もらえるキャンペーンっていう風になっておりまして私ね先日あのコミュニティ欄とかでね発信させていたんですけども奥様の、ね、アカウントも無事ねあの毎日ポチポチね7日間やって5000で、ね、獲得することができたっていう風になりますんで。 めちゃくちゃやばいキャンペーンですね。で、7月31日でね、こちら一回終わるはずだったんですけども、またね、延長されているみたいですので、ぜひね、利用されてない方はですね、概要欄にね、載せておきますんで、ぜひ利用してください。毎日7日間ね、あの、ポチポチ押さなきゃいけないんですけども、まあ、押すだけなんでね、まあ、これはね、かなりお得なのではないのかな、なんていうふうに思います。で、ちょっとね、この、 tik tok 自体のこのキャンペーンは非常に癖荒れのキャンペーンで、もらえるかどうかっていうのは正直ね、私もわかんないんですよね。で、私はもらえたんですけども、まあ、らえないとかね、利用、このキャンペーンが利用できないみたいな方も、まあ、中にいらっしゃるみたいですので、まあ、この点はね、あの、ご了承いただければなと思うんですけども、またね、登録するときにね、もしかしたら電話番号で登録しないとダメかもしれませんので、まあ、この点もね、覚えておいていただきて、まあね、 毎日7日間ね、ポチポチするだけっていう風になりまして、手順はね、ここに載せておきますけれども、トップ画面からね、ギフトのボタンを押していただいて、チェックインを押していただいて、このゲージがね、1か、最初はね、7分の1になってると思うんですけども、これが7分の7になって、7分の7になったらですね、ロック解除で選びギフトね、5000分もらえるっていう風になりますんで、こちらね、ぜひ利用してみていただければなぁと思います。それでは次にですね、伊豆マリオットホテルにですね、えー 運行する温泉ライナー修善寺っていうのはですね、2023年の9月1日より東京八重洲から伊豆マリオットホテル修善寺をバスで結ぶ温泉ライナー修善寺が期間限定で運行しますということで、まあこちらね、私がおととしの元旦とかにね、私利用したんですけども、その時とね、ちょっと条件は違うみたいなんですけど、私はね、 伊豆修善寺まではね、行ってくれなくて、確かね、修善寺の、あの、お寺ら辺でね、降りた覚えがあるんですけども、今回はね、伊豆マリオットホテルまで行ってくれるみたいですね。はい。っていうことなんで、これね、結構お得なんで、ぜひね、利用してみていただければなぁと思います。期間はね、運行期間は2023年の9月1日から12月31日、毎日運行ということで、ホテル行きは東京八重洲 朝10時出発で、えー、修善寺駐車場が13時30分。で、伊豆マリオットホテル到着が12時、13時45分ということで、えー、いいですよね。で、東京行きですね、逆パターンも、えー、こちらですね、伊豆マリオットホテルから15時45分。で、えー、修善寺温泉、えー、修善寺温泉が16時10分発。で、東京八重洲 到着は19時30分ということで、伊藤修善寺のね、マリオットホテルめちゃくちゃいいんですけども、これね、電車でアクセスするとね、私一回電車で行ったんですけども、結構遠いんですよね。ですんで、これね、バスで行けると本当に楽なんでね、いいですよね。で、片道の運賃が、大人一人2000円。で、お子様は1000円ですね。で、往復だとね、3400円になって、往復だと1700円ということで、片道ね、1700円になりますよね。 はい。ですんでね。これはかなりいいのではないのかな、なんていう風に思います。ぜひね、こちらも公式サイトね、載せておきますんで、ぜひね、チェックしてください。それでは次にですね、トラッシュドエアーの販売開始ということで、2023年の8月の29日14時からですね、10月の29日から2024年3月30日の期間で、ね、販売開始ということで、こちらね、特典航空券も予約同時刻に開始っていう風になりますんで、 こちらがね、あの、マイラーにとってはね、かなり重要なポイントになってくるかな、なんていう風に思いますので、ぜひね、こちらチェックしてください。最近ね、このソラシドエアね、V ポイントからソラシドエアのマイラーに変えて、利用するっていうのはね、かなり有名になってきて、まあ、取りづらくね、なってきてる部分はあるんですけども、まあ、お得なのはね、変わりませんので、ぜひね、利用されたい方は、2023年のね、8月の29日14時からね、販売開始、まあ、土平日だと思うんですけども、まあ、ぜひね、頑張って参戦ね してみていただければなぁなんていう風に思います対象路線はねまあ、こういった形になっておりますんでまあ、気になる方ね概要欄からチェックねしていただければなと思いますそれでは次にねソニーバンクオーレットですねこちら新規入会キャンペーンがね強化されておりまして新規入会と5万円の利用で漏れなく5000マイルプレゼントということでこれめちゃくちゃいいですよねはいということで キャンペーン期間がですね、2023年の8月1日から2023年10月31日、キャンペーン特典が、キャンペーン条件を満たした方に5000マイルプレゼントって言った形になります。で、条件がですね、次の条件を満たすことということで、キャンペーン期間中にソニー銀行口座開設と同時に ANA マイレージクラブ、ソニーバンクレットを申し込むこと。で、次に2023年の11月30日までに、国内ショッピング、5万円以上利用することっていうふうになります。 ますんでここだけねちょっと注意していただければなと思うんですけどもまあ、5万以上ね利用していただければまあ、5000マイルね漏れなくもらえるっていう風になりますんでまあ、これはね非常にいいですよねまあソニーバンクオーレットね普通のあの デビットカードっていう風になりますんで、まあ、アマゾンギフト券5万円か買っていただいてもいいですし、昔はね、レボリュートとかね、チャージできたんですけども、今ね、あの、手数料が導入されるタイミングで使えなくなってしまったんで、二次利用みたいな感じではね、ちょっと私は利用できないと思うんですけども、どっかで利用できるのかな ?ANAPay とかチャージできるかもしれないですけどね。はい、ちょっとこれはね、試してないんで、何とも言い難いところですけども、まあ、5万円なんでね、アマギフチャージとかでもね、いいのではないのかなと思います。で、プレゼント時 時期ですね2024年の1月下旬に毎日積算しますということでこちらもね覚えておいていただければなと思います。それでは次にですねこちら ALA ですね プラチナ、ダイヤモンド、スーパーフライヤーズの方にマリーナベイサンズのエリート会員ステータス招待キャンペーンということで来ております。こちらね、キャンペーン内容がダイヤモンド、プラチナ、スーパーフライヤーズ会員の方にマリーナベイサンズのライフスタイルの上級ステータスをご招待いたしますということで、こちらね、え、ANA のね、ステータス持ってる人はステータスマッチみたいなので、このね、サンライフ、サンライフスタイルの エリートステータスがね、もらえるということで、またね、この3ヶ月間ね、このステータス利用できるんですけども、その後3ヶ月以内にですね、シンガポールドルを1万5千ドル使うと、さらにね、9ヶ月延長いたしますということで、こういったキャンペーンが来ております。これね、どんなステータス特典があるかっていう話なんですけども、ホテルの宿泊料金割引、会員特別のイベント招待、エンターテインメントチケット無料ということで、こちらね、シンガポール行かれる方はね、結構いいのではないのかな、なんていう ふうに思いますのでぜひねチェックしてみてみくださいで期間はね8月1日から来年の3月31日まででえ対象のお客様はダイヤモンドプラチナスーパーフライヤー会員ということでブロンズは対象外ですね。でステータスの発行方法ということでえこちらねえ対象の、えー、施設内のレス サンズライフスタイルカウンターでステータスカードまたはデジタルカードパスポートをご提示くださいということで、ステータスカードをね、即時発行していただけるみたいですね。で、場所はこちらのね、サンズライフスタイルカウンター3カ所にございますということで、ロビー1階、ザショップ B1 階。 ジャーショップ B2 回ということでこちらですねでスーパーフライズ会のお客様はクレジットカード付きのカードではなくステータスカードまたはデジタルカードをご提示くださいということでまあここだけで注意していただければっていうところですかねでもうちょっとねその他の特典をちょっと見たいですよねはいこんな形になっておりまして会員限定特典ということでこちらねエリートステータスこちらですかねさっきのサイトでもこれが映ってましたもんね はい、でこちらですね、12月間のディスネーション全体の累計消費額が、あこれでこのエリートが獲得できるみたいな感じですね。で、特典がこちらですね、宿泊15%オフサンライ、サンズラウンジ専用チェックインサービス、アーリーチェックイン、レートチェックアウト、い,いいですね。で、えー、あとはパン屋リースパ、各種スパマッサージの15%オフ、でパン屋リーフィットネスク、パーソナルトレーニングの10%オフ。 で、対象レストランで最大20%オフ。これはいいですね。で、リゾートドルの獲得10%。で、あとはスペシャル特典とかギフト割引とかね、ここら辺も利用できるということで、無料でアトラクションエンターテイメントとかも利用できるんですね。これはいいですね。はい。こういった感じになってるんですね。あと、お誕生日特典とかね、こういうのもあるみたいですね。 はい。こういった形になっておりますんで、まあ、これはね、無料で利用することができるっていうふうになっておりますんで、もしね、シンガポール行く予定のある方はですね、こちらね、概要欄に載せておきますんで、こちらもぜひね、チェックしていただければなと思います。それでは次ですね、アメックスの百貨店ギフトの購入キャンペーンですね。今回割引ではなくて、ポイント2倍のキャンペーンが来ております。こちらね、私は来てないんですよね。 ですんで、もしかしたらね、対象者限定かもしれないんですけども、今回は、えー、マリオットボンボイカードとヒルとアメックス、こちらに関してはね、対象外っていう風になっておりまして、えー、対象外は、えー、グリーンカード、ゴールド、プラチナ、スカイトラベラーと、あと、そのビジ、えっ、ー、と、グリーン、プロパカードのビジネスカードですね。こちらが対象カードっていう風になっております。で、今回の得点はポイント2倍っていう風になっておりますんで、あの、アメックスのね、クレジットカードは100円につき1ポイントね、貯まりますよね。これが今回の キャンンペーンで、ポイント2倍というこででで100円で2ポイントね獲得すすることができますで条件はですね、送料を含む200万円まではこちら対象っていうふうになっておりますんで、それ以上はね、購入することができません。で、期間がですね、2023年の9月の13日、注文完了分までっていうふうになっておりますんで、 気になる方はですね、アメックスのね、この百貨店ギフトね、ログインしていただくかね、メールがね、どうやら来ているようですので、ぜひね、アメックスからメール来てないかね、チェックしていただければなと思います。まあ今回ね、残念ながらマリオットボンボイカードとヒルトンカードはね、対象外ということで、まあこれはね、前回3%オフでしたっけキャンペーンありましたよね。まあ多分あれでなったんでしょうね。はい。あれはね、ちょっとね、 あの、二次利用ができるこのギフトカードで、あの、割引で販売するってちょっとよくわかんないじゃないですか。うん。まあ、これがね、やっぱりまたね、このマリオットボンボイとかね、ヒルトンカードって、決済するとね、ステータスが取れますので、やはりね、ここが入ってるっていうのはね、結構びっくりだった部分はあるんですけども、まあ、今回ね、無事塞がれたっていうふうになりますんで、まあ、こういったキャンペーンね、多分これ対象者限定っていうふうになっておりますんで、ぜひね、メール等々チェックね、してみていただければなと思います。 ということで今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画がに立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE、公式アカウントね、やっておりますので、ぜひね、チェックしていただければなと思います。ということで今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ